の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は海上保安庁の大型巡視船である黎明型について詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である黎明型巡視船の2番艦あかつきが就役したのは2021年2月16日のことだ。あかつきはそのまま中国公船が幾度となく侵入を繰り返している尖閣諸島を管轄下に置く第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は、本所に1番艦でネームシップの黎明とともに暁が配備されており、今後とも尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を行う上で重要な役割を果たすことは疑いようのない事実である。ここで黎明型巡視船の諸舷について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に1機9000馬力を発生するディーゼル機関を4機搭載している。また最高速力は25ノットと海上自衛隊の艦艇と比較しても何ら遜色のない規模なのだ。しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備すること不可能となっている。これはあくまでも警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリバルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置などに加え、両舷に救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらはテレビでもよく目にするような装置たちである。黎明型は前級である秋津島や前々級の四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、秋津島では前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦であるマヤ型の諸舷を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量10250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で69000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限りやはり黎明や暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、
暁はその6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して設計や構造的に高額になることは仕方のないことだ。だが、特にマヤ型においてはイージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。 SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も他の大型巡視船と同じように完備に大型のヘリであるスーパーピューマ225を2機搭載可能としている。ちらも平時は1機のみを運用し任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプタースーパーピューマ225はフランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が2000年に開発したものである。全長 19.50m、 全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は一般公募の中から採用された。今回採用されたのは青鷲という名称であり、これは南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊においてスーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う機体としても活用されているとのこと。また陸上自衛隊に納入されている機体にはいくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。 IR サプレッサーというのはエンジン排気口からの排熱を抑えて赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても3機が配備されているが、こちらは救難や救助、救急といった人命に関する任務や航空消防を主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と同じように非常時の安全対策のため緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は突出した9機という数である。巡視船以外にも各陸上拠点での運用が行われており、今後とも活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である青鷲だが、今後は尖閣諸島周辺で中国公船と対峙するであろうことが予想されている。これらは具体的に中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来中国海峡局は日本の海上保安庁と同じように警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら2017年以降は着々と武装警察といっても過言ではない組織へと改変されており、現状軍隊と何ら遜色ない武力を所持している家よう。確かに米国沿岸警備隊も米軍の一部であることを考慮すると
脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海恐怖法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海恐怖局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは格段に緩和され、これにより、海恐怖局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が共和党のトランプから民主党のバイデンに移行したことも、中国は好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は日本の領地であるのだが、中国からすれば日清戦争により日本に奪われた土地という見方が大勢を占めており、いかに日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から、武力行使を行うこともできない。つまり、もし、中国海恐怖局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から、先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし仮に海上自衛隊の艦艇を投入し中国側から攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法においてしっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。海上自衛隊の潜水艦、モガ、ミガタ最新鋭護衛艦が次々と就役しています。そんな中、新たに6番艦、アガノがついに進水したという情報が入ってきました。今回は、このアガノ進水で見えてきたモガ、ミガタの凄さについて見ていきたいと思います。試験ですが、このクラスで、7万馬力というのは異常ではないかという感じすら抱いてしまいます。速度が30ノットという予測ですが、もっと出るかもしれませんね。2022年12月21日、長崎市の三菱重工業者中崎造船所で、海事のモガ三型護衛艦6番艦が進水を迎え、この艦をアガノと命名する式典が執行されました。
この艦は、前年2021年6月に寄港されていたものです。目下型護衛艦の名前は、山形県の母なる川、一級河川最上川に由来しています。また、阿賀野という名前は、福島から新潟にかけて流れ、日本海に注ぐ一級河川阿賀野川に由来するものです。太平洋戦争時に、阿賀野型二等巡洋艦のネームシップになっていましたが、それ以来、海上自衛隊では、初めての使用となった名称です。歴史を振り返ると、大日本帝国海軍時代の阿賀野は、1942年、昭和17年に就役しました。第3艦隊の中の第10戦隊の機関になりましたが、1944年、昭和19年、2月、トラック島沖合で、アメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈されました。ここに、機関阿賀野は、艦命を終わったということになります。この阿賀野型二等巡洋艦は、1番艦阿賀野以下、2番艦の城、3番艦矢作、4番艦酒川の4隻が、太平洋戦争中に建造されましたが、ラスト4番艦酒川以外の3隻は、今のもが、身型護衛艦に、艦名が継承された形になっています。これらの艦名は、それぞれ日本の河川名です。能代は、秋田県北部を流れ、日本海に注ぐ一級河川ですし、矢作川は、長野、岐阜、愛知を経て、三河湾に注いでいます。現在は矢作川と表示されています。酒川川は、静岡県と神奈川県を流れる二級河川です。川としての大きさから言えば、利根川とか信濃川、北上川なども大きいのですが、こういった名前は、護衛艦以外に付けられています。さて、現在の最上型護衛艦は、今回進水した6番艦阿賀野以降、7番艦が2022年6月、8番艦は8月に寄港が行われています。大体、1年に2隻ずつが寄港され、順番に就役していくサイクルが保たれているようです。これまで海事においても最上型護衛艦は、予算決定から約2年後に寄港、寄港から、また、約2年後に、就役というスケジュールで、数を増やしてきましたが、現状22隻が建造されると見込まれているようです。目下最上型護衛艦の就役については、ネームシップの1番艦最上が、2022年4月に就役しましたが、実は、2番艦熊野が、3月に就役していますから、順番が入れ替わったということですね。この原因ハモが、身の機関部トラブルということですが、いずれにしても、海上自衛隊の水上戦闘艦としては、最新の艦級ということに、違いはありません。ちなみに、熊野も、奈良県、和歌山県、三重県を流れる新宮川の本流です。水系名で言えば、新宮川ということになりますね。最上型護衛艦の初舷ですが、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m、深さ 90m で、現在の艦級区分では、フリゲート艦に分類されるサイズということです。またもが、最上型護衛艦の機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせたコダグ方式、CO メートルビネット、ディーゼル、ガス、ダルビエを採用していますから、燃費性能と高速性能の両立を図った上で、このサイズのフリゲート艦としても、強力な7万馬力を発生させることが可能とされています。この馬力を実現させるため、イギリスのロールス・ロイス・ホールディング社製のメートル T30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツのマン社製の 12V28、33D、STC、ディーゼルエンジンを2機搭載しました。
スクリューは二軸です。も、が、身型護衛艦は、このような機関部構成によって、最大30ノットとされる高速を実現しましたが、従来艦のように、機関部専用の操縦室はありません。機関部の始動と停止は、CIC、戦闘指揮所で行う形になっているそうです。さらに航行中のスピード調節は、艦橋から操作する方式で、こういった CIC や艦橋に、操艦要員を集中的に配置することによって、艦全体の運用に要する人数を減らすことができますから、結果的に省人化になり、乗組員定数はおよそ90名と少なくなっています。も、が、身型の CIC のレイアウトを少し紹介すると、出入り口部分以外を上下から見た場合、ほぼ円形に、14機のコンソールと各種モニター類が集中的に配置されています。ソナーや機雷戦闘部門の機能も配置されています。つまり、従来の艦艇に比べてもが、身型はコンパクトサイズでありつつ、対艦、対空、対地、対専用の各種兵装を搭載しているだけでなく、従来は、もっと小型の掃海艇が担当してきた、対機雷戦闘能力も与えられていることが、特徴と言えましょう。詳しく紹介しますと、対機雷戦闘用装備として、専用の OQQ-11 ソナーシステム、機雷排除用水上無人機 USV 及び機雷捜索用水中無人機 UUV という2種類の無人機の運用能力を持つ非常に珍しい水上戦闘艦というわけです。USV については、電波を使った通信、USV と UUV 間では、音波を使った通信を行う形式によって、対機雷戦闘の役目を担っているのです。この機雷捜索用水中無人機 UUV ですが、三菱重工業者が製造した OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機で、2013年、平成25年から4年かけて実用化されたものです。OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機のデータを紹介すると、直径533メートル、全長が 4.0メートル、重量 900kg、最大速力7ノットと言われます。4ノットで巡航する場合の稼働時間は約9時間、GPS 及び INS 方式の誘導で、リチウム二次電池が動力源ということです。高周波合成開口ソナーには、フランスの軍需企業大手タレス社製のものが採用されているのですが、自衛隊装備品に採用されるのは、アメリカ製が多い中では珍しい組み合わせと思われますね。タレス社は、フランス政府が 26.4% の株式を保有する筆頭株主ですから、フランスの国策会社と呼んでもおかしくはない会社です。さて、ここまでもが、身型護衛艦の概要や特徴について説明してきましたが、現在日本が仮想敵国としている中国、ロシアでもが、身型と同様の位置づけとみられるフリゲート艦との簡単な比較をしてみたいと思います。まず中国ですが、このクラスの艦艇は054型、航海型フリゲートです。細かく言えば、試験艦の054型航海合型と改良版で量産型の 054A 型へ改2型の2種類に区別できるようです。054A 型へ改2型フリゲートの初舷は基準排水量3450トン、満載排水量4050トン、全長 134.0m、全幅 15.0m、機関部は複数のディーゼルエンジンを組み合わせたCODAD 方式を採用し、マックス馬力は27、200、27ノットのスピードを出せるとされます。も、が、身型護衛艦は、VLS、垂直発射艦を16セル搭載予定ですが、この艦は、倍の32セルを搭載しているので、
手兵装という点では強力です。すでに31隻が就役し、なおも9隻が建造中と言われています。2022年12月、日本は安保関連3文書の改定内容に関して、中国を事実上の仮想敵国として懸念している内容を盛り込みました。これに反応した中国は、遼寧を含む6隻の艦隊が東シナ海に進出させましたが、これに前述の 054A 型へ海に片振りゲートも含まれていました。ではロシアです。ウクライナへの侵攻を続けているロシア海軍で、最上型護衛艦に相当するのがアドミラルゴルシコフ級フリゲートと見られます。この艦は、基準排水量4500トン、満載排水量5400トン、全長 135.0m、全幅 16.0m のサイズです。このアドミラルゴルシコフ級フリゲートは、2018年、平成30年、7月に1番艦が就役、2022年12月までに2番艦が就役済みで、6隻が建造中と見られています。最終的には15隻を建造すると推測されています。今から30年ほど前の1991年、平成3年、旧ソ連邦は崩壊しました。その後継国家となったロシアでも財政難が続いたことはニュースなどでもご存知でしょう。そのため、1990年代、海軍は大型水上戦闘艦を建造する力を完全に失っていたのですが、2000年以降の原油価格の高騰により、その状況は変わりました。ロシアには天然ガスという強力なエネルギー資源があるのです。世界的な原油価格の高騰は資源大国ロシアに経済的な余裕を与えました。国家予算に余裕ができたロシアが半ば偶然の産物とも言える悪運の強さで企画したのがアドミラルゴルシコフ級フリゲートというわけです。このフリゲートは海自の最上型護衛艦と同様、機関部にコダグ方式を採用し、マックス馬力5万5000と30ノットのスピードを発揮すると見受けられます。主兵装として、前述の 054A 型へ海に片振りゲートと同じ32セルの VLS を装備しているそうです。とはいえ、逆説的にもが、身型の凄さが際立つのではないでしょうか。しかももが、身型は、乗務員の数が、アドミラルより、桁違いに少ないのです。なのに、問題なく運用できるのというも、日本の高いテクノロジーの証拠と言えるのではないでしょうか。海自磁気イージス艦建造で国連を恐れるイージスシステム搭載艦は、最大級、4方向3次元索敵で迎え、反撃型で、ミサイル無効化を詳しく見ていきますね。日本を敵視する国々が、日本本土を攻撃できる、弾道ミサイルは多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は、喫緊の課題である。防衛省は、弾道ミサイル攻撃から国民の生命、財産を常に守り抜くための能力を抜本的に向上させることを目的としたイージス・アショア2機を導入すると
2017年に決定していた。しかし、2020年12月18日、いろいろな問題点を解決することができず、イージス・アショアの配備を断念し、代替案として、既存のイージス艦よりも、はるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表した。2022年12月16日、敵のミサイル発射基地などを潰す反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定された。日本の近隣国では、北朝鮮がミサイル実験を繰り返し、ロシアはウクライナに侵攻しており、いつ矛先を変えてくるかわかりません。ウクライナへ侵攻する以前に、日本を攻撃する案もあったと報じられている。そして、中国の軍事力の整備が進んでいて、アメリカを凌駕する勢いだ。これらの理由から、日本は、最悪の事態を想定し、迎撃だけの防衛から、反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換していった。ここで言う、反撃とは、敵が日本を攻撃してきた、手段そのものを叩き潰して、二度目以降の攻撃を完全に阻止することを指している。敵国から受けた攻撃を理由に、敵地本土に追撃することではないから、限定目標の反撃という形になる。攻撃してきた敵国の手段に反撃する手段とは、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展するとみられている。これらについては、それぞれの専門部隊が実施すべきであり、特に、イージスシステム搭載艦は飛んでくる、ミサイルの迎撃と、ミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する、護衛艦であるべきだ。日本は、孤立した島国であり、敵国のミサイルは、必ず海を渡ってくるため、その発射母体を撃滅することが、イージスシステム搭載艦の任務である。海上自衛隊の訓練や整備などのために、常時、周辺海域で任務を遂行できる艦数は限られていて、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りないだろう。しかも、敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと、迎撃は難しいということがわかっている。つまり、日本周辺で常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒上中海域を、日本海において、最低2カ所、東シナ海、太平洋に、それぞれ1カ所の合計4カ所以上を設定する必要があるということだ。加えて、各海域において常駐、訓練、補給、整備をローテーションで行うとなると、3隻は運用しなければならない。ミサイルの再補給は、洋上では、ほぼ不可能であり、港へ戻らなければならず、あの広い太平洋に1カ所という数では少なすぎるが、太平洋への敵艦艇の進出は事前に把握できるでしょうから、ひとまずは事足りると見積もられている。要するに、4カ所かける各海域に、3隻合計12隻以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があるでしょう。海上自衛隊は、2022年時点で、既存のイージス護衛艦を8隻保有しているが、これらは、護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦であり、外洋で活動している。だからこそ、日本本土を、敵国の弾道ミサイル攻撃から、守る任務を遂行する艦として、初めて、イージスシステム搭載艦が整備されることになったということだ。そこで、ここから日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて紐解いていこうと思う。一つ目は中国だね。中国は
ロシアと組んで、極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中である。マッハ5を超えると言われている極超音速兵器は、弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道を描くことができるため、探知、迎撃が非常に困難となっている。しかも、中国は、弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 を開発しており、こいつは、固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、最終段階では、固体燃料で速度を上げて、目標に到達する機能を持っている。さらに、中国は、YJ-18 を発展させた、CJ-100、ディフェンダー100、コチ100、をもすでに開発しており、こいつは、ターボジェットをラムジェットエンジンに変えて、速度を上げ、射程も伸ばしてきた。世界三大軍事国家である、中国、ロシア、アメリカともに、極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイルも、日本の安全保障にとっては、非常に大きな脅威となってきた。二つ目は北朝鮮だよ。ご存知の通り、北朝鮮は各種の弾道ミサイルの実験を時期を問わず繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルをいくつも保有している。北朝鮮は2022年11月18日、世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験を初めて成功させた。この火星17号は最高高度 6040.9km という宇宙空間まで上昇し、距離 999.2km を約69分間も飛行して、朝鮮半島東側の日本海の公海上の予定水域に正確に着弾させたのだ。これは宇宙ステーションの高度が約 400km に位置していることから、その15倍以上の高さまで上げる技術を得得していることになる。ちなみに、北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは、2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目となる。最後の3つ目はロシアだよ。ロシアも多種類のミサイルを製造している。その中でも、カリブルは、今後数年間、ロシアの長距離攻撃の主力となるのは間違いない。陸上攻撃型は、米国のトマホークに近い性能を持っており、対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得るでしょう。また、追潜水艦型もあり、魚雷発射艦から発射する追潜ミサイルのスタンダード版になると言われている。発射母体は、トランスポートアー、エレクトアー、ローンチアー、通称、テルと呼ばれる地上の発射台付き車両のほか、艦艇、航空機、潜水艦である。陸上攻撃型である、3M14T と 3M14km においては、射程が、最低でも、1500km を超え、かつ地形追従も可能とされている。2022年11月18日、北朝鮮と同様に、ロシアは RS-28 サルマト、通称、サタン2の実験を成功させた。プーチン大統領が2018年の年頭教書で、アバンガルドは隕石あるいは火の玉のように目標へ到達し、ミサイル防衛システムは無力であると発表していた。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約200キロメートルで切り離され、マッハ20以上で
目標を攻撃する極超音速滑空体のことを指す。これはさすがにウクライナ戦争ではまだ使用されていない。ここまでが日本周辺を取り巻く悪しき国々のミサイルを紹介したわけだが、最後に日本の海上自衛隊が保有するイージスシステム搭載艦の迎撃多数反撃容量について要約する。現在のロシアとウクライナの関係のように高い軍事力を持つ国々がある時侵略の意思を持つ場合も当然あり得ることだ。中国のように日頃から他国を力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力も十分に効果があるだろう。敵国の侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛機能を活用した迎撃多数反撃能力である。後者の反撃能力を1956年2月29日に政府の見解として、憲法上では誘導弾頭による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り、誘導弾頭の基地を叩くことは法理的には自衛の範囲に含まれ可能であるとしていた。しかし日本はこれまで反撃能力を政策判断として保有してこなかったため、現在急いで脅威圏外から対処する能力を強化しているところだ。海上保安庁大型巡視船巡航型3番艦弓張が浸水したとの情報をキャッチしました。今回は、この大型巡視船弓張浸水式を詳しく見ていきますね。尖閣への大型巡視船強化は、本当に頭が下がります。が、まだ、巡視船の数が足りないのも、事実、170億円建造費で、海上保安庁はよくやっています。あなたは知ってました。2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が、建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船、弓張と命名されて、その巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられた。巡視船弓張は大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦巡航、2番艦朝凪に続く3番艦として建造が進められてきたものである。海上保安庁における巡航型巡視船は BHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦である。巡航型巡視船は今回の3番艦弓張を含めて3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航はすでに2020年2月に鹿児島の第10管区保安本部に配属が行われている。2番艦の朝凪は昨年2022年6月に浸水を迎えており、3番艦の弓張と同様にこの2023年度中には収益する予定とめされており、巡航型巡視船の建造費は1隻あたりおよそ170億円強と公表されている。
海上保安庁の大型軽巡視船といえば、総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うが、同型は軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、一隻あたりの建造費はおよそ260億円強と高額であった。そのため、竣工型では建造費用の低減もポイントとなっており、商業用の船舶と同様の構造を採用することでコストダウンを目指し、戦術したような金額を実現。レ、イメイ型に比べ3分の2ほどで収めることに成功している。そうした経緯を持つ竣工型巡視船は、総トン数で6742トン、全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用、最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保している。竣工型巡視船は、排水量が大きい故事にも比例して、海上保安庁の巡視船の中では、兵装も充実しており、主兵装には、スウェーデンは、ボフォース社製の70口径の40ミリ、単装機関砲1機を装備している。これに加えて、竣工型巡視船は、副兵装としては、アメリカは、ゼネラルエレクトリック社製の20ミリ、の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では、最も重武装が施された船の一隻だと言ってよいだろう。また、竣工型巡視船の最大の特徴でもある、ヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シュペルピューマ MK、アイアイタスを、2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も、常時2機を搭載する運用とされている。こうしたヘリコプター2機にプラスして、竣工型巡視船では、4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて、他の小型の巡視艇等へ、補給を行える支援機能も果たす船舶でもある。竣工型巡視船が、こうした、いわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には、尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化である。今回進水を果たした竣工型巡視船の3番艦、弓張も、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海峡局の船舶に対抗することが企図されている状況だ。尖閣諸島の周辺海域は、海上保安庁の組織においては、第11管区海所保安本部が管轄しており、そこでは、沖縄方面の東シナ海や太平洋、フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は、沖縄本島の那覇に置かれている。海上保安庁の中で、この第11管区海所保安本部は、最も多い、人員と船舶等の装備を有する本部であるが、その管轄領域内に、尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから特に警備体制を強化している。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは1971年以降のことだが、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って以後中国側は自国の海峡局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ている。それは、尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるが、小石原慎太郎氏が尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して、以後、中国の強硬路線は強まった感がある。結果として、
政治的には、尖閣諸島は、東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して、現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお、一層、中国側の同諸島に対する、意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろう。そして、そうした中国側の動きに合わせて、日本側も、尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は、尖閣諸島の周辺の領海に対し、専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織された。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には、一旦の完了を見たが、中国海峡局は、海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっている。海上保安庁側としては、尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ、同海域に長期間留まっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させている。その一環として、今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張りの進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっている。すでに2012年度の時点では、第11管区海所保安本部に配備されていた大型の巡視船は7隻だったものが3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるが、中国海峡局の船舶の増加数には全く追いついていないのが実情だ。昨今の中国海峡局は、組織の改編に伴い、軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶も、それに準じても、もともとは、中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には、76ミリ、モノ主砲を搭載したものまで存在している。それらの中国海峡局の船舶は、4隻で、一つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に日本の船舶が現れると、集団でその行動を妨害する動きを加速させ、事実上、日本の漁船の自由な操業を困難にしている。そうした現状にあろうことか、日本の海上保安庁の対応が弱腰であるとの批判の声も一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は、国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろう。中国は、こうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においても、その領有を主張して、周辺国との圧力が絶えないが、経済力を背景に、海軍や中国海峡局の増強を続け、その実力をもって、自らの主張を押し通そうとしている。にもかかわらず、なぜか、日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米、親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ、人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だ、その傾向はやむことはないと、実感させられる。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのならば、仮に、イデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが、一体、何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられない。
イージスアショア配備計画廃止に伴って、イージス艦の8隻体制から12隻体制が、現政権の閣議決定を得て決定された。今回は、このイージス艦の12隻体制と、その新造される性能に迫っていきますね。スパイセ、分レーダーの決着がまだですが、使い道があるのかないのかで、今後大きく変わってきますね。やはり、陸に置くしかないのかなと感じています。2022年12月に、現在の日本の岸田政権は、安保関連3文書、今回より、その名称は、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画と改められたが、これを閣議で決定し、大幅な防衛力の増強を行う方針を、明確なものとした。これは、従来までは、防衛計画の大綱と呼称されていた文書が、国家防衛戦略に、中期、防衛力整備計画と呼称されていた文書が、防衛力整備計画に置き換わったもので、各々の文書の位置づけは、従来とほぼ同様である。これら安保関連3文書の中で、最も下位に位置する、防衛力整備計画は、およそ10年ほどを、その対象期間と考えられており、必要な防衛装備品目や数量等を具体的に定めたものと見さされ、その記載には今回も注目が集まっていた。今回の安保関連3文書をめぐっては、反撃能力の保有と、それを実現するスタンドオフミサイルの開発と配備が大きく打ち出されたことで、政治的には賛成派と反対派が、鮮明に分かれるなど、ある意味予想された動きを見せている。そして、反撃能力やスタンドオフミサイルといえば、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾などが注目されているが、当然、それらを兵装として搭載する艦艇の存在も重要となる。今回明らかになったのは、海上自衛隊の艦艇として、既存のイージス護衛艦が、8隻から10隻へと増強されることと、イージスシステム搭載艦を2隻新造するということの2点で、合計で、これらは、4隻の増加が施行されている。既存のイージス護衛艦とは、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに、日本で建造された艦艇で、混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻の合計8隻が、就役中の護衛艦のことを指している。今回の増加分のイージス護衛艦の2隻が、現行では、最新型のマヤ型を追加で建造するのか、はたまた、別の新種の艦艇となるのかは、現時点では不明だが、いずれにせよ、2隻の新造が行われることは、確定した形である。そして、イージスシステム搭載艦とは、2020年に配備が断念された陸上配備型のイージスアショアの代替策とされる艦艇で、日本におけるミサイル防衛システムを将来的に担い得る存在として位置づけられている。そもそも、日本のミサイル防衛システムは、イージス護衛艦が、その搭載する VLS、垂直発射艦から、運用する SM-3 ミサイルを迎撃弾として発射することが想定されており、主として北朝鮮のミサイルの脅威への対抗策だった。そのために、現状海上自衛隊では、常時日本列島をカバーできる位置に、2隻のイージス護衛艦を配置して、いざという場合に、北朝鮮のミサイルを迎撃する体制を構築し、それをもって、日本のミサイル防衛とすることを実現している状態である。しかし、近年は、経済的な発展を背景にして、急速に、軍事力の増強を推し進めてきた中国が、南シナ海や東シナ海を勢力下に収めようとする動きが活発化し、日本も、南西諸島方面への防衛力の強化が、急務となってきている。そのような状況下では、
貴重なイージス艦のうち2隻を常にミサイル防衛のために拘束して運用する体制は厳しいとの判断が下され、その任務を肩代わりする存在として陸上配備型のイージスアショア導入を目指した。イージス護衛艦と異なり、陸上に配備させるイージスアショアは日本の南北に1カ所ずつ設置することで365日24時間の運用が可能と想定され、ミサイル防衛という観点からは非常に理想的な装備だと考えられた。しかしイージスアショアは発射後にミサイル本体から切り離すブースター部分の落下位置の制御が現状では困難であり、修正にはソフトウェアの改修と多額の費用が想定されたため、あえなく配備中止の浮き目となった。ただし、日本はすでにイージスアショア用のアメリカのロッキード・マーチン社製のスパイ7レーダーを発注済みであったことから、これをキャンセルするには多額の違約金が必要という事情もあり、その有効活用を検討する。そこで考えられたのが、そのスパイ7レーダーをそのまま艦艇に搭載し、海上からミサイル防衛を担うイージスシステム搭載艦の構想であり、これを2隻新規に建造することをイージスショアの代替策とすることが決定された。この構想はイージスアショアの計画中止を受けてやむなく打ち出されたものとはいえ、艦艇の場合はやはりメンテナンス等で2隻が常時稼働できない点や、操艦要員など人員的にも陸上より負担が大きいことは避けられない。しかし、このイージスシステム搭載艦の構想はそれだけでは終わらず、2022年の夏時点ではミサイル防衛に加えて12式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用の高速滑空弾等も搭載する大型艦艇という案が浮上した。排水量で2万トンクラスの巨艦となるとのイージスシステム搭載艦の構想が報じられた際には、あまりに現実離れした仕様に各方面から疑義の声が一斉に寄せられたが、この案は後に撤回され、現行のイージス艦並みになるとされた。もともと艦艇用ではないロッキード・マーチン社製のスパイセ分レーダーをそのまま搭載するためには、必然的に艦のサイズが肥大化せざるを得ないと言われていた時期もあったが、結局はその情報は誤りということだったのだろう。今は既存のイージス艦並みの大きさという方向に落ち着いたイージスシステム搭載艦の構想だが、依然重武装設は継続されており、搭載する VLS 垂直発射艦の数浜屋型等の96セルの倍以上との解釈も存在する。もちろん、マヤ型等のベースであるアメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦においても、そのようなセル数の VLS 垂直発射艦の搭載は例がないため、どのようなレイアウトでそれが実現可能なのかは判然としない。さて、こうしたまだまだ課題が山積みのイージスシステム搭載艦は置いておくとしても、通常のイージス護衛艦も今回の防衛力整備計画で2隻の増加が打ち出されており、10隻体制への拡充が確実となっている。しかし、海上自衛隊のイージス護衛艦の先駆けである金剛型4隻は、1番艦金剛が1993年、最終4番艦の鳥海も1998年に就役した艦艇で、すでに今年2023年で30年から25年が経過する状態にある。今回の防衛力整備計画が、おおむね10年後までを想定した内容である点を鑑みても、その時点では、金剛型は35年から40年の慣例に達するため、実質は
これら4隻を新型艦で代替して、今の体制を保持する必要もあるだろう。そう考えると、イージス艦10隻体制を、この10年間で実現するためには、新造の追加で2隻、既存の入れ替え分で、4隻の合計6隻を建造する必要があり、2年に1隻以上のペースで、新造艦を収益させることが求められる可能性がある。まあ、混合型を、今しばらく延命させてしのぐ、方法も考えられなくはないが、その場合でも、次の防衛力整備計画での代替は必須となる上、アタゴ型も、2007年と2008年に建造されたため、老朽化は、順次進行していく。アメリカでも、1980年代から、収益を開始したアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の代替案は、進められており、それは、DDG-X と、呼称され、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦も包括して、代替を担える艦艇となることが施行されている。当然、日本の海上自衛隊でも、独自に、今後のイージス艦の建造を行うことは困難だと考えられるため、アメリカ海軍が DDG-X を実用化することを睨みながらという展開が予想されるが、現時点では、その時期は明確ではない。